皆さんこんにちは、英語で草加でございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はーい、ね、蒸し暑い日が続いたりしていますが、お元気でお過ごしでいらっしゃいますかね。元気でいらっしゃいますでしょうか。今こっちはちょっと雨降ってますけれども、はいね、なんかムシムシしたりしてると寝つきが悪くなったりしてね、寝不足になったりすると、まあだるーくなったりしますのでね、うん、お体には十分気をつけて、うん、あと水分のね、こまめにとって、なるべくこう早めに寝て、うん、体を休めるようにしてもらってですね、やっていただければと思うわけでございますね。で、題目もね、題目も上げていかないと、こうやっぱだるいっていうところからね、やだなとかね、自分のそういった気持ちにどうしてもこうグッとね引っ張られてっちゃいますので、うん、そうなってくるとこうね、いつもやれてた活動がこうめんどくさいなっていう風になっちゃったりしてね、あれもやらなきゃかんし、これもやらなきゃかんっていうのがね、いちいちこうイライラしてきちゃったりなんかするしますからね、うん、ね、なので題目上げてないとこうなんかね、こういろんなものがこう大きく見えてきちゃったりするわけです。はい、まあですから、題目もきちんと上げて、このうだる暑さをですね、ご自身なりに無事に乗り切っていただければと思うわけでございます。はい、本当にそういうことでございますよ皆さん。はい、で、先月なんですけれども、先月の動画でディズニーランドで動画の編集作業をやりますよみたいな感じでアップしてたと思うんですが、あの動画本当に誤字が多くて本当すいませんでございました。まあアトラクションに並んでる時にね、携帯でこうやって字幕打つ、ブブブって打つ作業っていうのは結構難易度が高くて、いろんな誤字がございまして大変失礼いたしました。はい、ということでございます。ということで、大脈蓮華ね、今届きましたんで早速やりたいと思います。はい、で、7月度の座談会の拝読御書は、これでですね、三三増九のことと、三三増九のことというふうに読むそうでございます。まず三三増とは何ぞやとお思いになるかと思うんですが、このお手紙の中に載っておりまして、まあ、ご興味ありましたら、今回の対象範囲ね、配読箇所以降の話をぜひご覧になっていただきたいなと思うんですが、三人の三蔵ね、なんちゃら三蔵、なんちゃら三蔵、なんちゃら三蔵っていうのが、なんか高いくらいの層のこと、まあ、高層のっていうのことらしいんですけど、三蔵、はい、すいません、あんまり詳しくないもんで申し訳ないんですが、この三蔵の何ちゅうんですか、雨乞いシリーズ、雨乞いシリーズっていう風に言うかどうかはちょっと知りませんが、まあそういう何ですか、大昔の3人のなんちゃら三蔵、その構想がですね、それぞれ雨乞いをするんですけれども、まあ結果こううまくいかなかったという、そういうまあ説話を引っ張ってきて書かれているものがこのお手紙に載っておるわけでございます。はい、でこの三三増九のことっていうこと、このお手紙をいただいたのが、西山殿でね、西山殿という門下に送っておりまして、で、その、まあ、もともとだから、真言宗だったんじゃないかみたいな話はもう、ないね、載ってないみたいですね。名前もね、こうやってぼやかしちゃってるから、今はもう記載されてないっていうことなんですかね、これはね。うん。うん、なるほど。この3人の三蔵、まあ、全く詳しくなくて、本当勉強不足で大変申し訳ないんですけれども、まあ、中国に密教を伝えたとかなんとかで非常に有名な、うん、そして日本のその真言宗の発展にも影響を与えたような僧たちでもあるようですから、西山殿、真言、そうですね、うん、まあそういうなんか馴染みのあるものを引っ張ってきて、まあ弘法大師もそうでしょうけれども、お手紙に出てきていますが、弘法大師もね、いわゆるその何て言うんですか、この真言宗、まあ真言の雨乞いと、まあそれに対して、ここのお手紙出てきます。伝来伝行とかのこのいわゆるその
あの法華経を用いた雨乞いというのをこう対比するような形で、はい、実際に起きたとされる現象をこう比較して、そういうふうに、あの何て言うんですか、こうガッと切ってる感じになってるんですよね、内容は。はい、あのまあやっぱりこれ弘安元年でございますから、お手紙、はい、書かれたのが。で前年にあの猛虎襲来がありまして、まあ、また襲ってくるんじゃないか、まあ、実際にまた襲ってくるわけなんですけれども、大白蓮華、大白先生のここの、背景と単位のところでも解説されていますが、そういう何ですか、猛虎襲来ってこういう危機感を募らせてた幕府と朝廷が、なんつってたかな、ちょっと待ってくださいね、猛虎朝伏の祈祷を各地の有力寺社等に命じたりしていたということで、でそこで広く行われたのが真言密教による家事祈祷だったというと、まあ、ですからその、まあ、国全体がこうぐっとそっちに寄ってってるというか、まあそういうのも多分にあったと思うわけです。で、まあなおかつそのね、方々をガッと切って正しき法を広めていかなければあれですよね、他国神筆難に遭いますよ言われてますから、あのまあこの門下宛てのお手紙に、まあこの真言宗を、まあ、フルボッコにボッコボコにしているという、このね、はしゃくしているような感じになっておるわけでございます。私は別にその、そこまで真言宗がどうこうということよりもこの門下がそういう不安なこうね、社会情勢の中でもちゃんとこう法華経に縁していけるようにという、このね信仰をずっとこう貫いていけるように励ましたかったという、こっちがメインだろうと私は思っちょるわけでございます。はい、まあ、だから前知識の話になっとるわけなんですが、はい、ということで、まあ、ご興味ありましたらそこら辺のところを読んでみていただければと思うわけでございます。はい、まあそれはそれとして、でこのお手紙で対象範囲として読む箇所というのは大体決まっておりまして、毎回、はい、基本冒頭らへんだと思います。今月もあの7月のやつも対象範囲も冒頭でございます。はい、ということで早速なんですけれども、このお手紙の冒頭箇所ですね、ここを拝読させていただきますが、よろしいですかな。はい、拝読いたします。はい、それ木を植え候には大風吹き候えども強き助を飼いぬれば倒れずと、うん、で元より置いて候きなれども、根の弱きは倒れぬと、うん、飼いなき者なれども助くる者強ければ倒れず、少しけなげの者も一人なれば悪しき身内には倒れぬということでございますな。うん、で、まあ、それ木を植え候にはと、まあ、木を植える、まあ、植えた木の場合 でもってことですよね、大風吹き候ども強き助を飼いぬれば倒れずと、ね、強き助、ね、強き助さん格差違うな、強き助、助助け、ね、支えってことですよね、そういう強い支えがあれば倒れることはないのだと、うんね、植木の場合はってことですよね。で一方、元より置いて候きなれどもと、もともとそこにもともと生えている、ね、あの木であっても根の弱きは倒れぬと、根が弱ければ倒れてしまうものだということで、うん、で、まあ、それと同じように、飼いなき者なれども助くる者強ければ倒れずと、飼いなきね、飼い性なき、飼いなき、なんだ不甲斐ない力のないものであっても助けてくれるものが強ければ倒れることはないと、で少しけなげのものも一人あれば悪しき道には倒れぬと、ね、少しけなげのもの、けなげのものね、なんだ大丈夫なように見えるもの、ね、力あるように見えるものでも一人なれば悪しき道には倒れぬ、一人であれば、ね、悪い道では倒れてしまうものなんだということでございます。これが対象範囲でございますな。うん、まあ、座談会にはぴったりのテーマでございますな、こういうのはな。うん、まあ確かにそうだなと自分の経験として、まあ、思い起こして思い出してみても、やっぱり中学高校とかのね、多感な時期には、青春対話とかっていうのは本当に本当に支えになったし、そういうふうにことあるごとにそうやって先生の励ましだったり、まあ、大聖人のこういうお手紙ももちろんでございますし、で同じ信仰しているね同志の一言にこう救われたりという、
だからことあるごとにそうやって折れないように折れないようにって支えてもらったっていうのは確かにある、実体験として確かにそれはあるなと思うし、やっぱりさ、自分の命にはそうやって乗り越える力、蘇生する力もそうですけど、乗り越える力もあるけれども、それと同じように潰れちゃう弱さ、そういう強さも弱さも両方持っとるわけですよ。ね、己が実界の灯体なら、どっちが出てもおかしくはないわけですね。任用試験で実界出ましたよね。はい。で、ね、これ自分に強い風がビュー吹いてるんだったら、なおさらですよ。そういう、ちょっとしたこの、なんちゅうの、一時的な表面的な解決方法ではどうにもならない風がビュー吹いてるわけですから、ね、立ち続けられるかわからんっていう風になってる状態の時に、はやっぱ自分のこの何ちゅうんですか、この芯に届くものっていうか、支えるものというかね、あ、本当にそうだなとか、これ本当に大事な部分だなとか、なんかやっぱりそういう、なんですか、新人を支えてくれる声なんだよな、力強いスケさんの声っていうのは、スケさんになっちゃったけどね、スケのね声っていうのは、特にやっぱ自分のそのなんちゅうんですか、根幹のに響くような声だったりとか、ね、そういう一番いい方向に向かっていけるその支えとなるもの、縁するものっていうのがやっぱとっても大事になってくるっていうのはなんとなくわかるかな。要はその自分は何を支えにというか、こうつまり何を大事にしていけるかっていうような部分ってことで、まあ、このお手紙でも全知識というふうに表現されている箇所があるんですけれども、今回のテーマでございますわな。やっぱりほら、自分にとってこう一番いい方向に向かっていくね、正しき軌道に乗って人生を進んでいくのをこう助けてくれるものを支えにできるかどうかっていうのがやっぱ大事になってくるわけなんですけれども、そういう自分を支えてくれる師であったり、良き友ね、そうやってね支えてくれる、支え合っていくという、そういうものの中にね、共に歩んでいくこの同志というのもそこに入ってくるわけなんですが、はい。ですから今回のこのお手紙で、今一度再認識していくことの一つに、私たちで言うんだったら、この良き友というのは一緒にね、共に歩む創価の友ね、創価ファミリーを大事にしていくというのは一つあるわけでございます。なぜかというと、確かにその、人の集まりだから、もういろんな人がいるし、一緒にやっていくっていうのは本当に負荷がかかる、これも確かにあるわけなんです。それぞれ違うからね、めんどくさいしな、でも、やっぱり、こう、一緒に支え、支え合っていくっていう、この人との関わりの中に、仏法で説いてるものの、なんちゅうんですか、結論部分というか、答えが、私はやっぱりあると思うんですわな。理由は何個かあるんですけれども、で、後で説明しますが、だからその、自分の信仰から周りと共にやっていくっていうことを消しちゃいけないんだなというふうに改めて今回思って、題目あげてね、祈りが叶うんだったら題目自分があげてりゃいいじゃんっていう、自分のその信仰に、その自分の修行に、そこに他人との関わりが入ってこないというのは、このお手紙にもあるんですけれども、仏になる道というのは全知識だ、全知識、これに勝るものはないんですよというのがあってですね、このそのお手紙のその部分っていうのは師匠の話の流れにはなってるわけなんですけれども、良き師そして良き友ということなんですけれども、その全知識が大事という、こういう全知識の話をするときに、あの話がやっぱり
有名なんだよな、うん、まあ、大略にも載ってますけれども、あの、まあ、師匠と弟子、シャクソンとアナンの会話で良き友について、良き友についてって、ね、話してるやつ、これなんですけれども有名ですね。まあ、有名な仏法説話にシャクソンの弟子であるアナンが、良き友と一緒に進むことはすでに仏道の半ばを成就したのに等しいと思いますがいかがでしょうかと聞いたところ、シャクソンはこう答えました。アナンよ、その考え方は正しくない。良き友を持ち、良き友と一緒に歩むということは仏道の半ばではなく全てなのであると、というところなんですかな。はい、まあ超有名なとこですがね、良き友を持ちと、うん、まあそれだけじゃなくてね、自分が良き友になっていくってことだね。良き友と共にね、一緒に歩んでいく、これが仏道の全てなんだと。うん、深いよね。で、この発想ってどういうことなんだろうっていうことをもう一段深く深められるものに、池田先生のこの指導があって、これ本当に私大好きで、この指導がもう何度も動画にしていて、何度もお聞きになってるかもしれないので申し訳ないんですけれど、毎回深いなと思うので、これもご紹介してみます。あの、法華経の知恵からなんで、まあ、法華経の知恵皆さん面白いから読んでみてくださいね、ぜひね。私が法華経マニアになったきっかけで、この法華経の知恵があまりにも面白すぎたからということで、ものすごくおすすめです。法華経の知恵ぜひ読んでみてください。ここなんですけど、はい、人は何かあると自分ほど不幸な人間はいないと思いがちだ。自分を憐れみ、自分のこと以外何も考えられなくなってしまうとね。悩みがあるとそうなっちゃいますよね。周りなんかこう見れないわけです。はい。で、自分の苦しみにとらわれ、不平と失望の中で生命力を衰えさせてしまうと。ね。うん、なんかやっぱりこう自分に集中すれば集中するほどこうキュッとしぼんでくる感覚って実体験で私はなんかあって、確かにそうかもしれないなと思う箇所なんですけれども。はい。で、その時に人に生きる力を与えるのは何かと。それは自分以外の誰かのために生きようという人間の絆ではないだろうかと。はい。エゴイズムに閉じこもっては幸福はない。打って出て人のために行動をするとき、その時に自分自身の生命の泉も蘇生していくのですと。まあ、ここからですね。はい。人の面倒を見た分だけ、ね、人の面倒を見た分だけ、つまり人の生きる力を引き出した分だけ自分の生きる力も増していく。人の生命を拡大してあげた分だけ自分の生命も拡大する。これが菩薩道の妙ですと。利他と自利の一致ですと。利他だけを言うと傲慢になる。人を救ってあげているという偽善になる。自分のためにもなっていることを自覚して初めて修行させてもらっているという謙虚さが出てくる。自他不二です。故に菩薩道しかないのです、という箇所なんです。素晴らしいな。うん、まあ、さっきの良き友の話もね、釈さんとアナンの話もそうですけど、この何て言うんですか、自他不二のこの感覚っていうのはやっぱり仏法者であるんだったら持っておかなきゃいけないんですよね。この感覚というのを、まあ、感覚というか これを、まあ、自分の生き方として消化させていけるかどうかっていうのが大事だな。うん、結局、まあ、結論ですね、自分を蘇生させていくにはこの菩薩力、この人と関わっていく、その中に自分の身を置いて自分が法を保ち、法を広めていくと、ね、良き友をそばに置いて自分も良き友となり一緒に、ね、共に歩んでいく。仏法の全てがそこにあるんであれば、その生き方の中にでしょうな、ね、その生き方の中にやっぱ答えがあるわけですよ。あの、自分が本当に知りたいと思っていることだったりとか、自分が本当に解決したいと思っているものが解ける答えというのがその中に身を置いて、その中にあるんだろうと、多分そういうことなんだと思いますよ。うん、だからね、しょうがないんです。しょうがないってなんだって話ですが、しょうがないんですよね。あの、このね、人との関わり力というか、ね、菩薩力を鍛えていく、ね、人との
関わる力をつけていくというのを修行にしていくしかないわけでございます。うん、あとあれなんだよね、だから今回思ったんですけど、やっぱり全知識っていうのは自分の支えになるものっていう意味、まあ、だけじゃなくて、まあ、自分が全知識になって他のね、他の人の周りの支えになっていくっていう、この両方がやっぱり対になっている話なんだろうなというふうに思ったんだな。うん、なぜかというと、まあ、今回やりませんけども、あの法華経の、まあ、最後の普賢菩薩本、あれは28だな、うん、あれなんです、その普賢菩薩が仏にさ質問してるところがあるんですよ。説法にね、遅刻してきてるのに質問してんですけど、普賢菩薩が仏の滅後、如来の滅後において、どうしてったらこの法華経ってっていう、この法華経法を得られるんですかっていう質問なんですけど、それに仏が答えてる箇所があって、その答えは4つあるんですけど、まあそれ飛ばして、まあ4つ目なんですが、その4つ目がなんだ、あれなんですよ、衆生を救おうという心を起こしていきなさいというのが一番最後に来るんですよね。ね、衆生を救おうという心を起こしていきなさい、一人で勝手にやっとっていいですよとはやっぱり言ってなくてどうしても他人が入ってくるんだよな。うん。ね。人との関わり合いの中なんですよ。この人との関わり合いの中で、この法華経を得られるという話になっとるわけなんです。やっぱり。法華経で、まあ、言っとった。うん。っていうのをお知らせした。あ、すでに法華経の中、ね、せっかく法華経出たので、法華経の中にも全知識という言葉が出てくるんです。で、まあ、2箇所ぐらいだと思います。一つはあそこ台場だったもん、台場だったところ、私の大好きな全知識の台場だったパターン、台場だったパターンって私しか言ってないけど、台場だったパターンって出てきまして、全知識って言ったら私必ずこれ出すよねすいません、後でちょっと説明しますけれども、ちょっとこうひねってるやつですね。はい。で、もう一つはですね、なんだっけ、ほら、27のさ、ちょっと待って、名前がね、ちょっと忘れちゃった。妙想権能本地本、そうそう、親父の名前、妙想権能、はい。ほら、二人の息子がさ、親父にこう、自分たちが今まで修行してた力を、親父の前で見せるわけで、実証見せるわけです。もう話だいぶ端折ってんな。はい。で、まあ、吸ったもんだって、まあ、その親父、信仰反対してたし、その親父も信心するようになって、で、まあ、この仏法にね、導いてくれた息子たちっていうのは自分にとっての全知識だったんですな、みたいな話を仏の前でする。その時に、全知識という言葉が出てきます。はい。この後の方が有名なんでしょうけれども、一応出しますか。はい。一応参考までに出しときます。ここら辺なんですよ。なんちゃら、なんちゃらっつったな。忘れてた、なんちゃらっていう仏が話してる ここら辺の話なんですけど。もし善男子、善女人が、善根植えたるがゆえに、ね、善根植えてんねんて。で、先生にそうやって善知識を得たらば、ね、言ってました。全知識を得たらば、その全知識というのは仏事をなすんだよと。仏の仕事をなし、示し、教え、利益を与え、喜ばせ、そして最高の完全なる悟りに入れるようにするだろうって言ってるんです。全知識。はい。で、大王よ。まあ、大王、親父と話してるシーンですから、この大王は、妙想権能のことですけども、大王よ、まさに知るべき。全知識というのは大因縁。大きな因縁なんですと。うん、ね。けどして、ね、教え導かせ、仏を見させ、ね、最高の完全なる悟りを得させたいと心を起こさせるものなんですよ、というふうに全知識は載っているんです。ちょっと難しいな。一応参考までに出しときます。はい。で、まあ、法華経にはですね、もう一つ、さっきちらっと言いましたけれども、台場だったパターンというのがありまして、まあ、ここら辺、台場だった、ここら辺なんですけど、もう訳しませんけども、まあ、だから、ざっくり言いますと、その、なんだっけ、過去世に国王がいまして、ある国王がいまして、で、法華経を求めて、で、まあ、結局、王の位を捨てたんだよね。で、王の位を捨てて、その法を求めていく中で、なんちゃらっていう、それ、もせち
たけど、なんちゃらっていう仙人が現れて、わしは妙法蓮華経という大乗を持っとるんだと伝えるんです。んで話はすったもんだありまして、まあ、結局その時のその国王というの王というのは私釈尊のことでというふうに明かして、で自分のその目の前に現れた方を持っとるよと言ってた仙人が、まあ、今の台場だったなんですよという話をされている箇所があるんですね。台場だったもで、まあ、だからその、まあ、過去世では台場だったっていうのはわし法を持っとるよというふうに仙人でいたわけです。まあ、ですからその縁で、まあ、私、ね、仏は私は全てを授かることができたみたいな感じで、台場だったのおかげなんですよと言うてるシーンがあるんです。はい、ざっくり言いました。で、まあ、大聖人もそれで、ね、台場だったこそ第一の全知識みたいな、そういう表現をしてたりしますし、その、まあ、過去世の台場だったは知らないんですけれども、その今の台場だったはもちろんご存知の通りね、皆さんご存知の通りね、釈尊の命をも狙った、ね、散々釈尊を苦しめてきた、まさに極悪人として描かれている存在なわけですよね。いつも釈尊をとことん邪魔するというね、だけどもその台場だったがいたおかげで私は仏になることができたんだというパターンでございまして、私たちも似たようなことをよく言いますよね。自分を散々苦しめてきた、その人のおかげで自分の信心の確信を深めることができたんだと、ね、この人のおかげで成長することができたんだとかね、よくまあね、そういうその人の幸せをまず祈ってあげましょうみたいなことが、まあ、学会のお姉さま方がねキラキラした目で言うじゃないですかね。私はだから、まあ、そんなピュアなハートは持ち合わせてないのでね、自分に辛く当たる人に感謝する感覚というのはあんまりないんですけれども、このクソがっていうパワーには変えられるけどもいずれにしてもその結論ですね、この台場だったパターンで何が言いたいかというとですね、全知識というのはだからいわゆるその王道の自分の支えとして出てこようが、今悩ますものとして出てこようが、どっちで出てこようとも自身のその信心を強くするものにできるというか、正しき軌道を進む力にしていける縁であるという意味においては同じものですよね、うん、で、まあ、そういう意味で、まあ、池田先生のこの指導もご紹介したいな。これも法華経の知恵からなんだよな。法華経の知恵って深いんですよ皆さん、はい、法華経の知恵からこのご指導をご紹介しましょう。善も悪も実体ではない、空であり関係性によって生ず、だからこそ絶えず善に向かう心が大事であり行動が大事なのですと、はい、あります。だからその人の善に向かう心ありきなんだよね結局は、うん、例えばですね、例えばその、ま、学会活動しててもその、ま、いろんな人がいろんなことを話すと思うんです。で、ま、その中でああそうだなっていうふうに思える部分、こう全知識として得られるかどうかっていうのは自分が善に向かう心が先にないとさ、そのどの声を拾うかっていうのはその人のこのなんていうんですか、こう境外で拾える声が違ってくるというか、うん、結局全知識も悪も拾っちゃうわけですよね。でその人にとってああそうだなっていうふうに感じるという意味においては同じだからね、うん、だから音質とかもね同じ構図ですよね。本人がそうだなっていう風に感じるものに引っ張られてってるという、うん、だから自分の境界を開いていくというかね、自分の人間革命を修行にする必要があるわけなんですけれども、はい、ということでその全知識を縁にしていくっていうのはもちろん大事なんだけれども、もう自分に善に向かう心があるからその全知識がその心を支えてくれるっていうことなんだと思うんですよ。わかります？そのね、善に向かう心ね、例えば自分がまず題目を上げていこう、で友が題目を上げられるようにサポートしていこうとかね、
同志と共に、良き友と共にね、自分も良き友となって支え支えられ一緒に歩んでいこうと、こういう自分の善に向かう心と行動が、まあ、善知識と共にある姿のことなんだと、このように配していけばいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。重要な感じなんですが、どうでしょうか。で、さらっとしててすいませんけれども、今回はね、7月はちょっと早めに出した方がいいかなと思って、はい、今大脈届いて、この声収録してんのが6月26日ですから、7月の頭前にはすぐ出せるかと思います。あの、座談会にはすごくぴったりの題材だと思いますので、はい、皆さんにも喜んでもらえるテーマだと思いますから、ぜひ楽しくですね、はい、研鑽してみてください。はっ、ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で爽快でした。またね。